昭和の車が大好きな80ガレージインパクト田川直也です。はい、今日はですね、昭和57年式トヨタソアラ10前期シャコタンブギ仕様、こちらをお届けしたいと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。なんかさっきまで晴れてたんですけど、台風が影響で、台風1号が今来てます、ね。1号。はい。はい。シャコタンブギ仕様でございます。シャコタンブギ知ってます？わかります。ジュンちゃんですね。ああ、そうそうそう。まあ僕たち世代はシャコタンブギ。シャコタンブギはですね、高知県出身の楠木道春先生によって書かれた漫画でございます。だから舞台も高知県が主になってるんです。で、まあなんか、もともとはこう、ヤンキーの青春ストーリーみたいだったんですけど、まあ最後なんか走り屋系に振っていったんですよね。その頃なんか湾岸ミッドナイトも出てきて、当時ヤンマ側、シャコタンブギ、いや湾岸ミッドナイト、シャコタンブギ、湾岸ミッドナイトみたいな感じで、2本立てになってましたね。で、シャコタンブギにはいろんな車が登場します。まあ、はじめちゃんのソアラ、ね、工事のチャンプ、あと何ですか、アキラが 30Z、ジュンちゃんがハコスカ、などなど、まあ、コマちゃんが61クレスタだったりね、いろいろ出てくるんですけれども、まあそういう、まあ、先生も多分同じ世代なんですよね。うん、そういうような感じで、とても、車のタッチが上手な漫画でございました。な、今回はですね、その中の、はじめちゃんのソアラ、こちらをですね、紹介していきたいと思います。まずフロントからですね、フロントリアサイドと、ヒロのフルエアロが組まれています。はい、と、このダミーオイルクーラーですね。カッティング、セクシーソアラナンバーワン書いてますね。フェンダートリムもついてます。はい。と、ヒロの15インチですね。はい。で、こちらがですね、サイズが195-55-15です。で、サイドスポイラー。で、こちら前期なんで、もともとはフェンダーミラーだったんですよ。で、フェンダーミラー埋めちゃってますね。埋めて、ドアミラーに移転しております。で、シャコタンブギ仕様ということで、トラストと書いた、後ろの、あ、前、前後、デカールがついております。デカッパネでございます。と、一文字テールに、ロンザのスモークテール。はい。がついております。と、デュアルマフラー。ナンバーはですね、下に移動されております。羽もヒロですね。ヒロマークがついております。はい。で、ぐるぐるっと。こういった感じでございます。横にもヒロのマークがついてます。はい。まあ、このエアロ結構しっかりしててですね。まあ、復刻モデルでしょうね。はい、中はですね、まあ、ややれ感が、こういうところございますね。ありますね。で、ダッシュボードも、これ、はめてるので、おそらくダメなんですよね。はい。で、レノマのハンドル、レノマのシフトノブ。で、当時物のインジゲーターですね。ありますね。と、CD。CD。CD デッキ。CD デッキ。これがついております。はい、ついております。マニュアルはですね、オートマでございます。オートマです。はい。で、デジタルメーター。ここですね。デジタルメーター表示になっております。距離はですね、今9万4千キロぐらいですね。はい。と、ハーフレザーシートカバーですね。これ何用ですかね。ちょっとサイズが合ってなさそうですけどね。ああ、純正ではないですね、はい。純正ではなさそうですね。なんかレースのカーテンがひらひらついてますよという形です。で、この初代のソアラはですね、シートベルトがこんな感じで、ソアラと書いております。はい。で、シート、ね、ブルーの内装になってますね。全体的にブルーです。マットもブルーですね。で、純正マットが敷かれております。で、エンジンとかそこら辺はまた下回り見るときに、岩ちゃんに見てもらおうと思っております。ですね。はい。いや、いいですね。なんか、
ナンパ感がとても出てますね。出てますね。はい。こちらですね、今、ベッタベタじゃないですか。ベタベタです。これは、ベッタベタ。車高がですね、ロベルタのカップキットで上がるんですよ。はい。じゃあちょっと上げてみます。見してください。はい。いきます。上げます。はい。よっ。と、上がったですね。上がりましたか？下げますね。はい。おー。こんな感じでございます。とても便利な機能がついております。便利機能ですね。はい。3、4センチは。イベント向けでございます。はい。ゼアがついております。ちょっと鍋さん、今度やって、何センチ上がるか見ようと思うけん。はい。何センチ上がるか。上げまーす。上げ、ちょっと待ってね、今が4センチぐらいかな。どうぞ、上げてください。はい。お、上がった上がった上がった。おー、上がりましたね。4センチぐらい上がりますね。うん、そんくらいは。はい。じゃあ、下げてください。下ろします。はい。おー。結構、4センチ、4、5センチ上がりますね。ヨーロピアンモール。ヨーロピアンモール。これですよ。もう昔流行ったんですよ。こういうエアロチックな車の下にね、こうつける。知らん？フェンダートリムとヨーロピアンモールとなんか、あとなんか下のステップトリムって流行ったり。それそれ。これ当時ものでございます。当然、運転席。運転席もありますかね。当然運転席。ああですね。ついてますね。ついてますね。ああ、運転席は一枚ものなんかな？運転席も切れちゃうのかな？ああ、切れてますね。ああ、ちょっと切れちゃう。そういう長さなんやろね、この設定が。ああ。ヨーロピアンも。どうですか。当時もの満載。じゃあ、こちら、ソアラ。下回りをいつもの岩尾さんに見てもらいましょう。はい。よろしくお願いします。では、上げます。いや、上げたら、鍋さん、いつも通り、ずーっと、足回りを舐めるように見て、後ろ場から、お得意の舐めるように見て、舐めるように撮影をよろしくお願いします。はい。渡辺が舐めるように、むさぶるように、下回りを覗いております。お周り音がしようすね、ダンプ。おちょちょ、おちょ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 、言ってます。たまには、じゃあ、ダベさん、どうぞ、お好きなように舐め回してください。はい。はい。こちらですね。あ、こう、下回りを取って戻ってきてます。あんま引き加減な、この人は人の話を。で、要所要所、フェンダーの中とか映してよ。はい。はい、とは言うんやけど、聞いてねえよな。あの、お返事は確かです。うん、経営の本に書いてた。従業員は、はいという嘘をつくんです。はい、よろしいです。前が、ロベルタカップっていうのが入ってるんですよね。こちら。こちらです。エアサスが組み込まれてるので、前回りがちょっと上げることが可能です。で、前回りね、その、オイル漏れとかもあまりないんです。で、ヘッドをオーバーホールしてるらしいです、以前。へぇー。うん。と、ブレーキ周りもオーバーホールしてるというふうに聞いております。はい。だから、ブレーキ周りとヘッドは結構綺麗なんじゃないかな。いいですね。で、カップがついてるからでしょうか。前回りがあまり擦れてないです。でっかいエアロがついてる割に。この辺とか擦りそうですね。そうそう。この辺擦ってない。スライス加工もしてませんよ、これは。まだ。はい。まだ。まだしてません。ミッション周りも綺麗ですね。ですね。横も。うん。エアロって下から見るとやっぱ結構出ちゃうんだよな。これは出すぎかな。結構出ちゃう。ヒロのエアロですね。
と、まあ、問題です、これ。触媒です。おりません。はい、おりません。おりません。と、こっから、マフラー。デュアル。で、後ろは、車庫帳。ね。デフは入ってますか？入ってない。入ってないですね。ですね。と、それ後ろ車庫帳じゃないです。あ、後ろ車庫帳やねん、はい、ダウンサス。あ、ダウンサス。あ、ほんとやな。後ろダウンサス。前が、車庫帳と、車庫帳とエアサス。ですね。で、デフが入ってなくて、最後、後ろは、なんか、モリモリ入っちゃうんですね。モリモリ、非常に怪しさが、だいぶなってますね。これ、なんで売れたんでしょうか。なんででしょうか。ウレタンがいっぱい入ってる。アップホルダーが吹いちゃうんですね。なんでかがわかんないです。なんで好きやったんですかね。寒さ対策とか。ケツが冷えるけ。怪しいですね。怪しさが後ろに。非常に後ろが怪しい。ケツに怪しさがある。こんなことするのなんかありますよね。ある、なんかの原因があるんでしょうね。ちょっとわからんけど。あと中見てみましょう。そうやな。上からまた見てみようあと。一回下ろして上から見よう。はい。それ以外はいいですね。いいな、そこ以外は。燃料ポンプも変わった。お、燃料ポンプ新しくなってます。綺麗なんで、変えてますね。なってますね。なんか割と点検したって言ってましたよ、これ。割と点検整備してます。結構乗ったって言ってました。あ、そうなんですか。うん。あ、燃料フィルターも変わってます。燃料フィルターも変わってます。はい。なるほど。はい。ちょっと後ろが。じゃあちょっと下げて、まあ、ボンネットの中とトランクを見ましょう。タイミングベルト交換済み。令和3年。ね、タイミングベルト交換済み。プラグコード。交換済み。この辺も変えてるっぽいですね。これなんか追加メーターかなんかついちょん。水温計ですね。水温計がついちょんっぽいね。プレートナンバーついてますよ。これエアコン変えちょんのかな？ガスは変えてなさそうですね。はい。セクシーソアのナンバーワン。ダミー。ダミー。繋がってないですね。繋がってない。ぶった切ってますね。あ、ジェミニのオイル、あれ、もうね、これで直すかよかったね、水に。これなんか探しおらんかった。あ、いやもうそんなんで変えてます。あ、ほんと？あ、ごめんなさい、レトロフィット変わってますね。あ、変わってる。うん、うつさえのうちに変わってます。レトロフィット交換済み。なんか、プラスポイント。うちの守護神ですからね。もう、岩尾さんの手にかかったら、もう嘘は、暴かれます。僕はだいたいちょっと適当なとこがあるんで。最初に見た人が気をつけてください。僕から買う人は気をつけてください。でも僕に売る人はラッキーですよね。騙されやすい。まあまあ、前は、まあまあ、あれですね。前どう？いい感じ？後ろっすね。問題後ろ。トラスト、トラストのフルチューンやギーチ。言ってました。言ってました。はじめちゃんが言って、はじめちゃんやね。コージ君が言ってました。あ、これがじゃあ、あれですね。エアタンクとコンプレッサーですね。コンプレッサーたちはここにあります。と、エアタンクですね。うん。非常に怪しい。これはもうなんか、これは怪しいんじゃないですか。テープが貼ってます。テープ貼って塗装しますね。これはもう、まずいですね。これは、うん。非常に怪しいけど、中の肌の色が違うんですよ。これって白いでしょ。はい。こっち灰色なんですよ。え？カバーが。いやいや。わかります。ああ、内側のね。はい。はいはいはい。こっち塗ってるんですよ。ああ、なるほど。塗ってないですよ。なるほど。そんなわけないですよ。そうですね。
カタカタのわけねえよね。非常に怪しいです。ちょっと、後ろ事故でしょうね。ですね。うん。ちょっとリア事故で、申請させてもらいます、はい。こちらですね。まあ、後ろぐらい。まあ、別に、乗るのは必要ないんで。はい。そうそう。事故がないのもね、どうかと思いますよ。長年生きてて。ね、鍋さん。事故車。事故物件。事故物件。変態すぎる。変態、変態男。ド変態。ド変態。はい。じゃあ、後ろ事故で。あ、それで試乗行こう。試乗。うん。じゃあ行きますか。はい。あ、あら、取れた。そうなんです。自分も今、岩さんに運転の仕方を習おうて。これ。え、どうするのこれ。強引に。ドライブとか。ないです。じゃあメーター変えちゃう可能性。変えちゃうのやろな。はい。このメーター、デジタルメーターに。はい。なるほど。おエアコンにかかって地獄で。地獄。ちょっと塗りいく。キンキンまではないですね。ああ、効いてない、これ。ガス入れとあり。ああ。いい音、バッチリの音。バッチリの音。バッチリの音がしよう。フューエルマークがつきましたよ。あ、つきましたね。嬉しいなぁ、なんかこれがつくと。ああ、例の、例の。ジャグラーの55ランプがついた。いいやろ。で、ここ押すとね、ほら。おぉ、メーター15リッター、1リッター単位で。そういうことです。あ、15リッター以上まだあるよ。近いじゃん。以上ある。はい。ただちょっとスピードメーターが動かんくなったんやなぁ。オドメーターは動いてんだけど。いい音、どう？どうすか、なべさん。この 1G の音。1G の音ですね。ワンジーの音がいいですね。いいなぁ。このゲロゲロいう音は、貧乏な怖い先輩が乗っちゃってる。イメージ。ゲロゲロいう感じよ。ゲロゲロいう感じよ。きっとね、ゲロゲロいう音が。はい。そっか、リッチな先輩はトラストとか入れてもっと低音を響かせてましたね。はい。石田先輩はメーカー元が入ってました。ですね。うん、ですまあ、そもそもツインカムやったんです。ですです。さて、ちょっと踏んでみますか、また。踏んでみますか。いや、どうぞ。お！お！お、いいや。四速ブレーキって感じだね。いいね。気持ちのいい加速。はいはいはい。いいと思うよ。いいです、いいです。オーバードライブ付きやけど、もうオーバードライブに切り替えるわけだね。
もうね、さあ、ひどい音やな。ひどいです。ほんと昭和、昭和の懐かしい感じの。クレスタチェイサー。クレスタチェイサー。普通にこんな音の人いましたよね。いましたね。いました、いました。三兄弟に。マフラー金、買う金ねえけ。あの、はい。あの、ナットとかそういうの。そうそう、挟んでな。わしで、そう。わし挟んで。そうです、そうです。おー、じゃ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 。そうです、そうだった。はい。まずはこれが第一のマフラーチューニングでしょ、ね。チューニングです。排気チューンというやつですね。もういいことなんかなんもねえやけどな。なんもないんですけどね。音がでかくなる。まあ、ゲンチャリで言えば、穴開けるみたいなもんですね。ですね。穴開ける。音は似合っちゃうわ、ナベさん。音は似合っちゃう。いいな。ちゃんと、出ますよ。下のチカチカもつきよんす。レベルインジゲーター。お、なんかここもチカチカ光るよ。ああ、ほんとや。スピーカーがチカチカ光っております。あら。FM にスピーカーが連動してます。連動してますね。なるほど。ちょっと、シャレオスな感じ。シャレオスな、はい。C で聞きます。はい。なるほど。着きました。帰りました。はい、以上、10ソアラ編でございました。こちらもですね、準備が整い次第、カーセンサーやグーに上げていこうと思うんですけど、なんかいろいろ問題がありそうでしてですね。ありましたね。ありますね。うちの岩尾がそれを許すかどうかわかりませんので、販売するときはカーセンサーの方に上がると思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それとまあ、いつも YouTube、いっぱいコメントありがとうございます。コメントはですね、すべて私が見て、返信しております。まあ、ちょっとお時間かかる時もありますけれども、どんどん入れてください。いろんな知識、ご指摘、大変参考になってます。誠にありがとうございます。とですね、納車が近い、こちら、売約済み、ダツサ。はい。いいですね。キャブも外れました。してます。外して今からオーバーホールですね。オーバーホールです。この後試乗して大阪へ旅立つという準備でございます。はい。よろしくお願いします。じゃあ旧車の買取案件もめちゃめちゃお待ちしておりますのでよろしくお願いします。お願いします。買うときは買取は僕が行きます。で基本的に販売した車は鍋が届けますのでよろしくお願いします。はい。はい。はい。じゃあ、そういうことで、一番座らせんでございました。それでは皆さん、また来てね。じゃあね。くる。レノマ。イベント向けですね、これは。ですね。うん。イベント向け。イベントに乗っていきたい方。このままがいいっていう方。はい。このままだ。はい。今日はこちら。見てください。シーフードレストラン、メヒコ。フラミンゴか。来たかったよ。秘密の県民賞で、福島県のソウルフードって言ったらね、ちょっと今日はこちらにお邪魔しようと思います。入り口はどっちだ？やっぱ必ず、こういうやつです。こういうやつ。今日は、シーフードレストランのメヒコです。なんとここには、伝説のカニピラフがございます。こちらがですね、むき身のものと、殻付きがあるんです。で、大人になったらこっちが食べれるんです。県民賞で行ってました。もう、
めんどくせえけど、むきみでいっか。歓迎ムード、歓迎ムード全開です。え？おお、おお、サービスいい。サービスいい。いいな。メヒコ、南国マンゴーサワーを東北で飲みます。飲みます。カルパッチョ、ウニのソース、と生ガキですね。いただきます。これは辛い、フィンガーボール。食べますか。ここは海鮮のお店で、ステーキとかもあるって美味しいらしいんですけど、今日は、ちょっと海鮮で行こうかなと思っております。よいしょ。ホタテ好きなよな。よいしょ。じゃあ、ホタテから行きたいと思います。めちゃくちゃうめえ。めちゃくちゃうまい。ソース、おいしい。なにこれ、天才。おいしい。飲める、もう。飲める、飲める。ちょっとおいしすぎるわ。美味しいですね。最高にうめえわ。ちょっとマンゴー食ってみよう。これうめえわ。全く生臭くないね。なんか最近さ、めっちゃ仕事しようわ。だからなんかこう、いい気がどんどん入ってきてるね。人もどんどん育ってるし。ブイヤベース来ました。ブイヤベース。うまそうじゃないか。カニがまるっと。はい。はい、お願いします。はい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 。どうぞ、カニグラタン。追加で、はい、お願いします。はい。はい。さあ、冷たいのが終わって、あったかいのガンガンいきますよ。エビに、ムールで、トメイト、イカ、カニ、タラみたい。まずは、スープか。ブイヤベース。コトコト、コトコト、ブイヤベース。スープ。いただきたいです。うまい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 、これすごいうまい。こちらですね、カニクリームコロッケです。カニクリームコロッケをいただきます。これ1個から食べますからね。よし。うわ、カニがいっぱい。カニがいっぱい。まずはそのままいただきますね。このカニはすごく手作り。おいしい。せっかくなんでソースも。どれ
れどれどれどれ。いちいちうめえな。いちいちうめえで、僕。どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？おいしい。大人は殻付きを食べるって言ってたんですけど、今日はもう、時間短縮のため、もう、むき身で。多分、これ S サイズです。これで S です。いきますね。カニピラフ。カニがたっぷりです。おいしい。本当のピラフや。カニの出汁で炊かれたちゃんとしたピラフや。すごくおいしいんやけど。おいしい。鍋さん何食いよんのかな。カップラーメンかな。これに、はい、エビが向けました。バゲットソース、こちらが和風です。和風ソースをかけます。うん。うまっ。おいしい。おいしすぎて、スプーンが止まんねえぜ。嘘がないね、味に。全部しっかり作ってる。うまい。あ、おいしい。いつまってもおいしい。このスープ。魅惑のカニグラタンが来ました。はい、カニ尽くしでございます。それもまたもうカニやな。真ん中から行こう。カニうわ、ちょっと待って。久しぶり。クリームソース。カニグラタンにカニプラ。うん。うまいわ。本気で。あ、ありました。探してたものが。大きい。これやろ、やっぱり。でか。これはこのまま入れたら熱いぞ。大きいマカロニ。うん。これこれ。あ、あとこのマシュマロ側のあれあれのやつ、電話のやつ。うん。間違いないわ。提供スピードが速いわ。ここはご家族連れやな。違う、ご家族連ればっかりやもんな。ずっとカニあった。まあ、知って、ちょっと頼んだんやけど。うん。
いった。いやいやいや、来ました。これですよ。お、身がたっぷり。テーブルが多くなるわけや。ね、こんだけいっぱい、カニさんを。ズワイ。おう、いい香り。うん。あ、一番濃い味が。カニといっか。このスープに、ここ最近で飲んだスープで一番上。こんな美味しいスープないですね。ない。こんな美味しいスープはない。このムール貝、出汁もよく出てます。わさびやったらこれごめん。うん、うまっ。うん。ラスト。なんかいっぱい使ったな。ビンガボール。ビンガーボールでカニの香りを取って、はい、そして最後に残しておいたデザートを。デザートはマンゴーです。マンゴーも溶けて相当美味しくなってる。はい、デザートも完了。シーフードレストランメヒコさん、海鮮尽くし、うまいインパクト。ごちそうさまでした。いい食ったね。もうお休みになられてますよ。